出稼ぎやない？もし、〇〇だったらと想像したことはありませんか？そんな日常の一コマを、あやはやたちに内緒で仕掛けていきます。今回は、これ。いつもの場所。あ、歯見えんよ。重たくない？これ。わあ。なんか届いたよ。なんこれ。なんこれ。あ。謎の大きな包みが届きました。はい、開けていきたいと思います。はい。はい、その前に何が入ってると思いますか？綿菓子。綿菓子。なるほど、でかいな。綿が入っとんの？なんで綿なんか買うの？そうなの？違うの？わからん。はい、じゃあ開けていきましょう。レッツトライ。あんまり近づくとやばいよ。爆発するもんかし。こんなの。何もか。1日やったらさ、それもアイクマの中でパンパンになっちゃった。綿だよ。綿が見える？綿なんて買ってどうすんの？なんか圧縮袋に入ってるのかなと思ったら、ゴミ袋に入ってる。ゴミ袋っていうの？かわいいレモンできたのか。違う、中。周りのもの倒さないようにね。いきます。はい。いやー、切れる、大丈夫？早く！ちょっと反対しよう。出ない、なかなか。大人も手伝おうか。せーので、頑張れ。もう力が入る。おー、痛い。あー、早く違う。なんだこれは。なんか生まれたね。なんか生まれた。生まれたで、なんか。初めて。あーちゃんとどっちが背高いやろ？カビゴンが、カビゴンが。ラップも、はい。どうですか、座り心地は？めっちゃいい。あ、僕も足取れない。この子の名前は、一応日本では特大グマぬいぐるみということで、販売されていました。おそらくこれ中国のアリエクスプレスとかでも販売されてるんですけど、アリエクスプレスの商品名はビッグサイズ米国テディベア。テディベアって何？一番でかいってなっています。でかいね。やめろ、いじめ。この子のスペックは身長160センチ。あれ、160センチってことはママと同じじゃん。あ、ねえ、あ、本当にママと同じぐらいサイズやん。ママちょうだい。いやだ。危ない。あやはやスタジオに新しい目が来ました。イエーイ。僕はどこ？どこ？世界中の人でした。で、バイバイ、また見てね。バイバイ。プチよろしくね。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。